とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は裏技というか小技ですね、を発見しましたので、やっていきましょう。この装備、機械仕掛けのショート棒ですね。この装備は、スキルで加速っていうのがついてます。100% までいくと、弓の発射速度が2倍になるっていうやつですね。で、そして、これにはロールチャージもついてます。このロールチャージと加速が装備を変えた時でも、発動し続けるっていうことが分かりました。ロールチャージでしますと、チャージします。で、ここで装備を変えます。これロールチャージついてませんよね。ロールチャージはそのままついたまんまという風になります。サブリューイング、一発120万から360万ですよね。もちろん、チャージしてないので120万のダメージしか出ません。で、ここに、先ほどのロールチャージを乗せますと、チャージショットが3秒間打てるようになります。こんな感じですね。うん、キョンが入ってるので、2回目は1300万になりましたけども、こういう感じです。で、加速も乗りますので、やってみますね。加速も乗ると、こんな感じになります。今加速がついてますよね。で、ここで装備を変えますと、サブリューイングの威力で、加速2倍の、発射速度を保てるっていうわけですね。で、それで、ロールチャージと加速、両方つけると、かなりの威力を発揮することが分かりました。とりあえずどんな感じなのか、行ってみましょう。それでは、ボスで試してみますね。旧兵装備してきてます。そして、機械仕掛けのショート棒、ロールチャージ、クールダウンショットですね。100% まで、出して維持しながら、交換しますね。100% になった。交換します。これ結構忙しいっていうのがね、弱点かな。まあ、忙しくもないか。で、交換して、最大6連射ぐらい 100% で撃てると思います。いきまーす。こんな感じですね。ロールチャージは3秒間維持しますので、まあ、最初の連射と合わせて10発ぐらい、強力な攻撃を打つことができます。大概のボスだったら、これだけで沈むと思いますけども、無敵があるやつはちょっと難しいですね。はい、ということで戻ってきました。今日は裏技、いや、小技なのかな。これですね。加速、そしてロールチャージ。この二つが装備を変更した時でも、維持されるっていうやつをやりました。これを使うことによって、弱い装備から強い装備にチェンジをして超強力な攻撃をすることができます。まあ、この攻撃で大概のボスは沈めれるので、はい、持ってる人はやってみてください。おすすめは機械仕掛けで、加速とロールチャージを入れて、その後に、サブリューイング、もしくは力の弓かな。あのあたり。がいいと思います。スーパーチャージをつけたやつに変えると、相当ダメージを与えることができます。あ、虚無もか。スーパーチャージ、虚無だ。その二つを入れてると、超ダメージ出せますので、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。